嬉しいな。エリサったらご機嫌じゃない。メイド服そんなに気に入った？こういう服私には似合わないってずっと思ってたけど、レイ君が褒めてくれたから嬉しくって。私もよく似合っていると思うわ。小さくてふわふわで可愛いエリサにぴったりね。そうだ、今度の休み一緒にお洋服買いに行きましょう。え、楽しみだな。アメリアちゃん、どこかいいお店知ってる？前にレイと行った素敵なお店があるわよ。レイ君と一緒にデートしたの？ってば。ああ、ほら、そろそろ予告に行きましょう。次回、冰剣の魔術師が世界を滑る第11話。世界最強の魔術師である少年は過去と共鳴する。レイ君とのデートの話、詳しく聞きたいな。